反復練習よりもインターリービング練習の方が最大で 76% 成長するという衝撃の研究データがあります。というわけで今回も引きチャレのノブが分かりやすくご紹介していきます。この動画が面白いなと思った方は概要欄から他のおすすめ動画も見てみてください。まずインターリービング練習またはインターリービング学習とは変化をつけて勉強や練習をしていく方法です。反復練習は同じことを繰り返しますが、インターリービングではいろいろなことに手をつけていくイメージとなります。いろんなスポーツなどで反復練習が重要視されてきた中でインターリービング練習の効果を証明する実験がいくつもありますのでご紹介していきます。まずはオタワ大学の運動力学の専門研究者が行った実験。8歳の子供たち36人を2グループに分けてお手玉を1メートル先の的に向かって投げてもらうテストをしました。そのテストの前に練習をしてもらうのですが、その練習の仕方でどのように影響が出るのかを調査。一方のグループは本番と同じ1メートル先の的に向かって投げる練習をしました。もう一方のグループは60センチと120センチ先にある2つの的を使い、本番と距離の違う的で練習をしました。普通に考えればテストと同じ環境である1メートルの距離で練習したグループの方が成績が良くなりそうです。しかし2つの違う距離の的で練習したグループの方が本番での成績が良かったんです。これと同様の実験を12歳の子供たちでも行いましたが、結果は同じでした。次にカリフォルニア大学ロサンゼルス校の2006年の研究。学生たちにいろいろな作者の絵画を見せて覚えてもらいます。その後に各作者のまだ見たことがない絵を見てもらい、どの絵がどの作者の絵なのかを当てるというテストをしました。その際、一方のグループには作者ごとに絵画を見せて覚えさせる反復学習をしてもらいました。そしてもう一方のグループにはランダムに見せて覚えてもらったんです。イメージ的には作者ごとにまとめて覚えていった方が覚えやすそうな感じがしませんか？しかしこの実験の結果、いい成績が出たのはランダムに記憶した方でした。ランダムに記憶したグループの正解率は 65%、 対してまとめて覚えたグループの正解率は 50% だったんです。この実験をまた違う被験者たちにも行ってみたのですが、その時も結果は同じでした。最後に南フロリダ大学が行った実験ではすごい差が出ます。126名の学生を2つのグループに分けて数学の勉強をしてもらいました。一方のグループには方程式を一つ一つ覚えてもらいます。そしてもう一方のグループには様々な方程式を同時に教えるインターリービング学習をしてもらいました。その結果、翌日のテストでインターリービング学習をしたグループの成績の方が 25% 高かったんです。さらに1ヶ月後にテストしてみたところ、インターリービング学習をしたグループは 76% も成績が高いという結果が出ました。3つの研究結果を紹介しましたが、なんでこんな結果になってしまうのか、すごく違和感がありますよね。2つ目に紹介した絵画を覚える実験の学生たちはまとめて覚えた方が覚えやすいと感じたそうですが、バラバラに覚えた方が結果は良かったという不思議な現象が起きています。こうなる原因とされているのが集中力にあるそうです。人が本当に集中できる時間は短く、ある程度繰り返していると集中力が切れてきます。しかし繰り返しの中にランダムな何かが挟まってくると脳に刺激が加わって活性化しやすいという話なんだそうです。このインターリービング学習は勉強にもスポーツにも音楽の練習にも何にでも適用されます。ずっと同じことをやり続けるのではなく、いろいろなことを変化をつけてやることでより成果が高まることが分かっています。しかし先の学生たちがまとめて覚えた方が覚えやすいと感じたように、実際にやってる身としてはまとめた方がいいように感じてしまうのがポイントです。練習方法に困っている方はいろんなメニューをやってみるといいかもしれません。いろいろやることで飽きを防ぎやすくなるのもメリットです。また同じメニューの中でもテンポやスピードに変化をつけるなどして小さな刺激を加えると良いようです。ぜひやってみてください。というわけで今回のお話はこれで以上です。概要欄にこの動画を見た方へのおすすめ動画を貼っておきます。この動画面白かったなと思った方はそちらも見てみてください。また高評価、コメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた。